皆さんこんにちは。ご覧いただきありがとうございます。今回の動画は春に備えたいろいろ作業です。それではご覧ください。まずはこちら、昨年の秋に植えた球根のプランターです。早くもスノードロップが咲いてきました。こちらのプランターには他にチューリップや水仙などが植えてあります。水のやり忘れ防止にシレネを少しだけ植えていたんですが、そのシレネが思いのほかしっかり育って広がっています。それは嬉しいことなんですけど、ふと見るとシレネの下からチューリップの芽が出ていました。シレネに邪魔されてとっても伸びにくそうな様子です。ここはチューリップに育ってもらいたいのでシレネを取り除きました。チューリップ少し傷んでいるような気がします。シレネのせいか虫に食われたのか分かりませんが少々心配です。この部分とか虫に食われているような気もします。ということでちょっと遅くなってしまいましたが殺虫剤を撒いておきました。こちらは昨年の春購入したバーベナです。品種は PW のスーパーベナです。昨年ホワイト、ローズ、ブルー、コーラルテインクルの4種類買って1株枯れてしまって残り3株になっています。PW さんのサイトで調べるとマイナス10度まで耐えられるとあります。確かに先日の大寒波の際も外に置きっぱなしでしたが枯れてはいません。根っこが凍らないように軒下で霜が当たらない場所で育てるのが理想なんですけど、私はスペースの関係で軒下に入れられたものもあれば吹きさらしの場所で育てているものもあるという状況です。やはり軒下に置いて育てているものは傷みが少ないです。寒風にさらしてしまって葉っぱがチリチリに傷んでいるので切り戻しをしました。中耕して置き肥をしました。土が減っていたので増し土をしました。なおバーベナは連作障害が起こることがあり、2年目以降は1年目ほどは大きく育たない場合があるそうです。ですのでこの株を頑張って育てるよりも挿し芽で更新した方が良いかもしれません。ジキタリスも順調に育っています。4株育てていて鉢のサイズや置き場所が微妙に異なるんですけど、やっぱり大きめの鉢に植えて軒下で育てているものが一番生育が良いです。花芽が見えてきています。テントウムシを見つけました。テントウムシを見ると春が近い気がしてちょっと嬉しくなるんですけど、アブラムシがいる証拠だとも思うのでちょっと撮影は忘れてしまったんですが殺虫剤を撒いておきました。こちらはガイラルディアのグレープセンセーションです。古い花茎や枯れた葉っぱをお掃除して中耕し置き肥をして殺虫剤を撒きます。私はいろいろな草花を鉢で育てていて、数年前に鉢の数を数えたら180鉢ありました。今もおそらくそれと同じくらいの鉢があるかと思いますが、結構たくさんの種類を育てていますので、すべてのお花の育て方を覚えているわけではありません。ですのでかなりアバウトのやり方ですが、もうすぐ春という時期にやっている作業を私なりにまとめてみました。1. 傷んだ葉っぱや古い茎のお掃除。2. 中耕。3. 虫対策。4. 肥料やり。ただ中には肥料があまり好きではないものや殺虫剤のオルトランと相性が良くない植物などもありますのでご注意ください。また農薬を使う際にはご自身で説明書きをよく読んで正しく使うようにしてください。私の住む地域は今日はとても暖かいですけど、来週はまた氷点下の予報も出ています。お花の寒さ対策と同時に少しずつ春に向けてのお手入れしてみてはいかがでしょうか。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いできたら嬉しいです。ではまた。